おはようございます。いい天気ですね。今の時間は10時ぐらいですかね。朝ね、8時ぐらいから2時間ぐらい一人で除雪してたんですけれど、敷地のへりに溜まってるやつを上に積み上げないといけなくて、でそれは残念ながらガソリンを使って除雪機を動かさないともうどうしようもならないわけですね。まあね、僕としてはね、こう延々と除雪動画を上げてこう皆様に雪国の暮らしを体験していただきたいんですけれども、どうやらこの動画の視聴者は鶏を見たいという方々が割と多く、まあ、雪国はね、このね暮らしは触りだけ分かればいいかなみたいな、ということで埋まらない視聴者と制作者との需要と供給のミスマッチ、いいんだ、少しでも多くの人たちに自分たちの活動をしてもらえたら、願わくば少しだけ明日からの自分の行動を変えてもらえるような、買うものを選んだりとか、そしたら嬉しいかなって。いや、しんみりしちゃったな。雪が溶けちまう。みんな生きてるか。俺は生きてる。ココラコライフ。いやー、またまたこれ吹き込んでますね。やれやれだね。ほーらこら、またいじめられて。よいしょ。おやおやおや、それは寒いだろう。おれ、待ってよ。ちょっと待ってろ。ほら、勝手に動いてどうすんだお前。寒いだろ。よし、さあみんな、ご飯だぞ。あれ、あれ、何してんの、もういつの間に移動してきたんだ。しょうがないな、しばらくこれを食べてなさい。